昔々エルファバという緑色の肌を持つ女の子がいました。彼女は他の誰よりも特別な存在でしたが、その特別な色のために多くの人々から避けられていました。エルファバはシズ大学に入学し、そこでグリンダという明るくて人気のある女の子とルームメイトになりました。最初は2人の間に摩擦がありましたが、次第にお互いの違いを受け入れ、深い友情が芽生えました。しかしオズの国には秘密が隠されていました。エルファバはオズの魔法使いが国を支配する裏で行っている悪事を知ることになります。彼女は正義感から魔法使いに立ち向かう決意をします。一方グリンダはエルファバの行動を理解し支持するものの、彼女自身は平和と調和を重んじる性格でエルファバの反乱には参加しませんでした。エルファバは西の魔女として知られるようになり、彼女の行動はオズの国中に知れ渡りました。そしてドロシーという少女が現れ、エルファバの運命は大きく変わってしまいます。